イタリアなど5カ国への渡航の際に活用できるようになります。加藤官房長官は海外渡航の際に新型コロナワクチンを接種したことを証明するワクチンパスポートについて、現時点でイタリア、オーストリア、トルコ、ポーランド、ブルガリアの5カ国で使用が認められると発表しました。入国の際に提示することで隔離措置などが免除されるということです。来週26日から各市区町村で申請の受付が開始されます。